皆さんこんばんは、国尾です。さあ、えっ、ー、と、今日はなんですけど、えっ、ー、と、ハロプロ関連レス動画を昨日上げたんですが、そこのコメント欄で、えっ、ー、と、横ちゃんブログさんが、えっ、ー、と、書いてくれたので、リクエストがあったので、それにお答えしていくというふうな感じにしましょう。えっ、ー、と、モーニング娘。2-0コンサートツアー春のツアーグッズに対しての動画が、 まあ、要は、まあ、メンバーの言動についてファンの間でさまざまな論争になっているみたいだというふうにおっしゃられており確認しましてそれに対して、まあ、僕の意見を言っていこうというだけの動画になります付き合ってねさあこれねえあの僕炎上者みたいなのとかってそんなになんていうかスルーする人なんですよなんでかっていうとあの 僕の中で何の感情もなければ関係ないからなんだけどえっ、ー、とこれ言われ YouTube で指摘してくれたからどんなもんかと思ってちょっとその両方側に行った気持ちをあのお伝えしますねまずじゃあこれ動画僕がまずどう思ったかからいこうか僕がどう思ったかでえっ、ー、と 事務所側とかモーニング娘。側が言いたいことっていうのを2つ目にして3つ目にこの書き込んでいる人たちの方々の心情とか指摘部分っていうような構成にしますお付き合いください、えっと、まずこれ12部構成でしょこの動画自体がで一部で、えっと、出てるところで言うとおっとっとかあの最初にまあ軽く滑ってるわけですよねこのなんていうんですかリストバンド重ねて。 まあそれはいいんだけど、まあよ横やんね、横やんの滑りっていうのは芸風ですから、それはいいんですよ。で、誉れが可愛いんだけど、この可愛さをちょっとちょっと潰す行為をしてるわけだよね。で、これも、まあいいんですよ。そういうわちゃわちゃ感が楽しいわけだから。で、このいい一部の中で言うと、まあそんなに突っ込みどころはないのかもしれないけど、可愛かったのが、 褒、まあ、まれで相変わらず生田がなんかちょっとうん時空違うなっていうところがあってまあ僕はそれは個性だと思ってるからいいかなとでまあ福ちゃんがまたそれはそれでいい,い,い次元で締めてくれててねまあ結果的に野中が大人に見えるなんていうのは今いいんじゃないですかね,ね <laughs> そういうそういうことじゃないのかもしれないけどまあ僕はそういうふうに、えー、とこのど一部の方の動画は解釈しましたね で問題はという,いうことになると思うんですけど、問題はこの2部でしょこの、整理がついてないように見えるけど、これね、解説しますよ。役割分担しっかりしてますよ。で、まず、パンダさんパワーでね、あのー、この、まあ、むちゃくちゃなこと言ってるけど、ちょっとでも白黒があったら、これパンダさんって、もうちょっとあれじゃないですか、そうなんか早期の、なんつうの。 言葉間違えも,これ芸風だもんうん、だから高瀬くるみももうパンダさん言わないわけだからこれもうしょうがないじゃんでちーちゃんもそうするしかないもん <laughs> ちーちゃんしかまともなこと言ってないけどねでもそうするしかないもんでこの2人ともまず長所を出してるんですよ自分の立ち位置に対して可愛さも出してる で石田は最後の方でえなんていうのちょっとあいたたあいたたみたいなちょっと膝打ったみたいなのがちょっとよく分かんなかったけどでもそ,そこに至るまでは全然しっかりしてるしあ,あそこで何ぶつけたのかは知らないけどここも役割通おりなんですよ。でマリアもこんな感じだし北,北側はなんかやっぱり今から何か様子見ててこれから何かしようでもここ限界みたいな感じでしょ いいですよ。<laughs> ね、これね取っといたけど、これ佐藤と <laughs> アカネチンがダメなわけでしょ？み皆さんが言うのは、ここ解説しますよ。これアカネチンってなんつうんですか。ちょっと遠征とかよく行かれる人とかって見たことあると思うんですけど、あの石段がセーブしてるってよりアカネチンが普段は砂糖をセーブしてるというか砂糖の拠り所になってる。 わけじゃないですすかわけけなんですけどでその分でちょっと自分のポ,ポジションとか増していかないとまー、あ、ちゃんのこのどっから出てくるかわからないスイングには対応できないわけですよ。なので先に構えてるんですよだからアクネチんをこれ叩くのは間違いで常にまーちゃんを気にしながらあのこの動画の時間っていうのは過ごしてるわけですよね。そしてこれでじゃあーなぜ えー、どうしてまー、あ、ちゃんはこれいいのかって話になると思うけどいいに決まってるんだよこれ,これがまーちゃんのポジションだもん。でなんでまーちゃんがじゃあこれで何て言うの叩かれるとかってなるかって言ったらそれは単純にまーちゃんを嫌いなのかあとはまーちゃんに興味があ,のあってそれで他の推しというところとのバランスが腹が立つのか。 あとは単純に「まーちゃん」を好きなんだけどこういうまーちゃんじゃないっていう像のどれかでしょでどれでもないというとそのなんていうのかなモーニング娘。自体があの気に入らないみたいな層になると思うんですけどなぜかといったらまーちゃんが一番人気だから。マーちゃんすごいんだもんでこう,こういう人は、まあ、カリスマなんですよよく挫折何て言うの挫折に言葉間違わず言ったらカリスマなんですよ。 でこのカリスマに対しての意見ってバッシング出た方が評価だったりするんですよねバッシング出ないでスーパースターだったのってもう長嶋茂雄レベルですよ <laughs> まあ近いけど <laughs> 近いけどねでも、うん、まあちゃんはこれいないと寂しいぞ <laughs> これぐらいや,んやるやつ俺、ま、もう笑って 笑うけどね笑っちゃったけどねこれ見てさすがなんて思うけどね皆さんはどうお感じか分かりませんけど、まあ、佐藤正樹に対して語る動画も作りますよ、ね、でじゃあまあこれ動画として一つのセクションは、えー、とこれ僕の見てる目線ねでじゃあじゃあじゃあ今度はじゃあこれ動画作る方ってどういうふうな気持ちで作ったかって言ったらもうほ,ほぼほぼ編集加工がされてないじゃないですか。 っていうことはどういうことかといったらそのままのモーニング娘。を届けようと思ってライブがねイベントがないわけだからあえてこうしてるっていう取り方にできないもんすかね。うん僕ねあえあの加工できていいものを届けるタイミングかどうかってことだと思うんですよ。これこのまま出した方がなんかこういう議論とかできて楽しくなりそうまで計算してると思いますよ。ばバカじゃないから大人は がそういうことでまんまとあの皆さんはハマっていってるわけ、うん、でも僕はまんまとハマるようなちゃんとワードをこういう時期に出してくれてるっていうところが嬉しいなのでまあまあこの動画というのの制作者サイドっていうのはそういう気持ちだと思いますでそれ最後3つ目ね書いてる人たちね書いてる人たちの心理ってさっき言ったんだけども,うもっと音楽で言おうやっぱりみんな寂しいんですよ コメントでこんなことしなきゃいけないっていうぐらいでそうでなければみんな現場行ってたりとかまあ、AKB のなんて言ってる人もちょっと見たけどいや AKB のだってそれも現場がないから寂しいんすよそれでどうするかって言ったらまあ、巨人ファンが阪神ファンに阪神ファンが巨人ファンにと本当に似てんのもう最後何もやることなくなっちゃうとファン同士でね試合後とか叩き合っちゃったりとかさ で、試合やったら試合中応援忙しいからやんないわけでしょそれと一緒 <laughs> ねえなんかあんまり俺に俺に叩いてこないでね。でも構造大まかな構造そういうことですよ。で僕ねこれ参加してるのもいいと思うんだけどこういうところに意見があるんだとしたら応援の仕方の意見っていうのも代案でちゃんと出さなきゃダメだと思う。た,ただ叩くだけってねすごくねなんか。 すすごく弱いんだよレベルからすると受け手にもそんなに届かない何種類かしかないから種類がでそれに対して代案っていう風になってくるとあこいつの考えていることってちょっとうちの業界で試してみても面白いかなってなんのだから届く意見を届けようよで届かない意見は言ってもこの本当にファーラウェイな遠ぼえになっちゃうからなんかそういうのもあっても面白い場合ってあるんだけどね だけど、なんかせっかくこういう議論とかっていうのあるんだったらもうこれ何十年も前からやってるスタイルじゃないですか拝見しておりますとまあ年齢層がもっと下になってるとしてもそういうところはね先輩のところ見習わなくてもよくてなんかちょっと今のハイテクなそして新人類的な新人類って何回も言われてて俺らの時代も先輩連中新人類って言われてたんだけど。<laughs> ちょょっとと話ずれそううだからねまあ、ままめに入りましょうせっかくですから何が言いたいかというと今のテクノロジーとか今の皆さんの得ている環境なんていうのをねが分かるようななんかこのいいジャブを打っていくなんていうのが試合を面白くするのではないのかななんてことを思いながら拝見しましたで、まあこんな感じになりますけど横ちゃんブログさんのねえっと書き込みがなければあ私この動画に反応することなかったのでありがとうございます。そして 正確な回答かかかどどうか分かりませんけれども、えー、と僕が思うところというのは今みんな寂しくてちょっとねどっかにやり場を見つけたいかもしんないけどそんな時はハローの音楽とかを聴いてモーニング娘。の映像とかを見てこの子たちの魅力は何だったかってところに振り返ってみたら良いんじゃないでしょうか。そんな感じです。本本日ももう1本と撮ると思いますけれども 3月の18日の夜はこんな形でスタートしたいと思っておりますありがとうございましたまたね